にちは。こんにちは。はい、ラグビーオンラインチャンネルです。ですね、世界のラグビー用品をご紹介するチャンネルとなっております。よろしければチャンネル登録のお願いいたします。はい、というわけで今日ご紹介するのはこちらなんです。で、っていう方もいらっしゃるかと思いますが、はい、こちらはジャージありません。実はこちら似てるんですが、オーロス2425までのポロシャツなんですよ、うん、でポロシャツ何が違いますかっていうところで、ジャージの時言ったかもしれませんけど、ここね、ここの襟を合わせるところ、ここが、ここも白くなってるのがジャージです、はい、ここ黒でしょ、うん、ここが黒くなってるのはポロシャツです。でここはしかもボタンがついている、これもポロシャツだけです。ジャージにはついておりません、ね、でそれ以外結構似てるんです。似てるんですけど見た目はね、ちょっと違うところあって、この襟ね、襟白いんですけど、この襟がもう伸びる感じの襟なんだけど、全然ジャージだ。ジャージはこのジャージ生地と同じ生地で分厚めの襟がついてたんだけど、これはもう薄い、うん、なんていうの、ちょっと伸びるような、これの、はい、伸びの帯の感じの白い襟がついています、はい、伸びの帯ですね、いいですね、はい。で、これポロシャツなんで、ここにね、替えのボタンもついております、はい、しっかりつけてますね。で、切れ目は入っておりません、はい、で、これ、なんかね、ジャージとね、生地感すごく似てるんですけど、うん、これに、ジャージにだけ、あ、ポロシャツにだけ、ごめんなさい、ポロシャツにだけあったのが、このエアロレディっていう機能素材がついてますので、うん、まあ、これ昔からありますよね、はい、あの、吸汗速乾とか、そういう素材が使われております。で、それ以外は結構ジャージに似ていた、ごめんなさい、サイズはね、私が S 着てますよ、はい、あの海外のやつ、日本の M ですね、を着ております。ジャパン、JPM ですね、はい、で、それが似ててですね、このロゴね、うん、は全部こう 3D 感のある、なんだろう、ゴムっぽいやつのちょっとシルバーの色、キラキラする、ちょっとだけ光沢があるような感じですが、貼ってあるイメージです。そして、なさそうに見えるが3本ラインがここに、はい、ね、ここに入ってますね、はい、こっち側にも、これジャージと同じ仕様になってますね、が入っております。で、胸のスポンサーロゴとかもジャージと一緒ですよね、はい、はい。で、まあお値段はやっぱポロの方がちょっと若干安いんですけども、うん、もう かなり似ている、あのそっくりというか、で、逆を考えればだけど、これに似てるジャージなんで、今回別にジャージで普段着ていてもおかしくない。前もやっぱさ、丸襟とかさ、分かる、ちょっと、はいはい、ザ・ジャージって感じだと着づらいじゃん、うん、一般の時も。で、あの襟がついたことによって、あのジャージはね、かなりこっちに近づいてきたんで、はい、もう一般の時に着ててもいいかなみたいな感じがします。ただ、エアロレディがどんだけ効果を発揮するか分からない。これの方が、そういう、なんていうんだろう、あの普通の一般のね、あのアパレルっぽいよりの素材を使われてるのかなって感じで、ジャージのはもっとちょっとタフというか強めの生地使われるんじゃないかな、うん、もちろん後で紹介しますけど、選手仕様モデルっていうのもあるんで全然違うと思うんだけど、はい、レプリカのジャージとこちらに関してはかなり似ている作りになっております。はい、どうでしょう、いいですか、うん、いい感じです、いい感じです、いいですよね。なんか、いや、あの久しぶりに入ってきたなっていうことと、やっぱりあの襟だよね、みんな言ってるけど、やっぱ襟がついてかっこよくなったっていうか普通になったますよね。で、前まであのポロシャツ前回モデルかな、前回モデルやっぱワールドカップがあったんで、ちょっとここにすごいデザイン入ったんですよ、覚えてます、ワールドカップモデルでそういう入ってた、入ってましたね。なんであれがちょっとやっぱ賛否両論あったんだけど、それで襟がついてたんだけど、ちょっとなんかどうなのみたいな感じでの人もいた、うん、で今回シンプルに戻っても真っ黒ということになってます。で、別動画でも言ったけれども、実はアディダスさんに、なってスポンサーが、はい、25年なんですよ、今年。すごい、この情報すごいでしょ、はい、25周年なんですよ。で、それにめがけて結構仕掛けてくれた、アディダスが仕掛けてますよと。で、まだちょっと言えないんだけど、これからいろいろ情報が出てくる可能性が高いので、ちょっとそれは、気にしていただけると、嬉しいですよと。で、10月それで試合あるじゃん、日本、それに向けてちょっとオールブラックスが盛り上がっていくというのはちょっとだけ頭に入れていただけると、これからね、分かりやすいと。で、そういうのも含めてだけど、いや、本当アディダスさんとミーティングしたんですよ、うん、ね、いろいろあれもやりたい、これもやりたい、いろいろやりたいことあるよって時に、なんでうちなんかに話してくるんですかって言ったら、まさかのうちの物量が一番だった、おなんでやねんみたいな、なんでうちが一番
扱ってるんだって話なんですけれども、他にあるやんみたいなビッグ、うん、大きな店舗が、はい、でうちか直営店ですよ、ね、出た直営店みたいな、まあまあいいんだけどね、まあでも思いを持った人がやった方がそういろんなイベントとかで成功しやすいって俺は個人的に思ってるので、うん、これからやっぱりオールブラックスをダーンっていくためにね、打ち合わせと打ち合わせに盛り上げていきたいというふうに思ってますので、これとか他のウェアとかいろいろ入ってきてるんでちょっと見ていただけるとこれ幸いでございます。そして10月 の、 あの試合これめがけてちょっとぜひね、みんなも集中していっていければと思っております。はい、はい、というわけで今日ご紹介したのはこれでございます。オールブラックス2425モデルのレプリカジャージじゃなくて2425モデル見てたら間違えた、2425モデルのポロシャツですよこれ、はい、ここがこれがポロシャツなんだよ、ポロシャツのご紹介でした。よろしければ下の方を見てみてください。ではバイバイ。